どうも今回は久々にアロキューやっていきますか。技構成はオーラベールと、マジカルチャイン、これでねやっていこうかな。で持ち物は力の鉢巻きにピントレンズからのお助けバリアっていうね構成だね。まあ、運ゲー急所ぶち当てていこうぜ。オーラベールで極攻撃からのってやっといてね。でなんかもう運ゲー急所連続で出してさ、気持ちいい感じにね、面白いほどごっそり削り取れたらまあ最高だよね。あとはまあオーラベルじゃない、お助けバリア、ちゃんとお助けバリアさ使っておいて、いい感じにさね、体力に合わせたかをカバーできたらいいかな。やっぱユナイト技吐いてからのそのね、なんだっけ、相手がゴールチンしてくれるんだったらした方が良さそうだな。そうだな、はい、まあ、4レベルになれるからね、ゴールチンジでちゃんとできればさ多分なれると思う。であとはしっかりとここもね使っていきたいんだけど、俺さすがにでも硬いんだよな。硬いっていうか強いんだよね、あいつギルガルド。火力やばい、火力がね、一月の火力が結構やばいからね。そう、あいつ強いんだよ、めちゃくちゃ強いんだよ。厄介すぎる。やっぱお助けバリアで、ね、持たせといて、ユナイト技からのやっぱ通常攻撃のスピードとかをねめちゃくちゃ上げまくってさ、そっからなるだけ削りとか入れていきたいよね。マジカルシャインは相手の動きを止めるのが好き、それだけね、正直好き。さあ、あとはしっかりとマジカルシャイン打って動き止めておいて、その間にしっかりと刈り取っていけたらいいんだけどね。で適当にしっかりと削り入れといて、マジカルシャイン使ってやっていって、フォッコもちょっとめんどくさいね。あいつフォッコだっけ、名前合ってるよね。まあ、6レベルなるまでだな、とりあえずは。6レベルなってからだよね。こっちに押し合ってやっていくか。待てね、最悪なんだけど。はい、じゃあげるか、許して、オッケーオッケー、許してあげるから、それマジで。はい、動き止めます、凍らせます、惜しいめちゃくちゃ惜しい。でも9個やっぱレーンで結構ね強いからね、だいぶお互いに6レベルなりたい感じだね、これは。待て、これ欲張りスの動き見てなかったんだけどさ、欲張りスちょっとめんどくさいよな、確かに。はい、ナイス、いいよ。欲張りスこうやっていくか、欲張りスとさ、まあ、このままちょっと下レーンに行くでもなんかいい気がする。もうやっぱ中央レーンの子にも下レーン決まっといて、もうかじり亀戦をしっかりと制していく。そしてこいつにも経験値を上げないと。あの妨害体制マジだるいなマジめんどくさいな、あいつ本当に。まあ、なんだかんだアマージュにもなってるし、来てくれそうだね。いやここでね、なるだけ経験値食いたいんだよな、敵に渡したくないよね。そうすることによって俺が6レベルになれるっていう。いった、ルカリオちょっと光合風とかで吹き飛ばしたいけど、あいつも妨害無効だわ、めちゃくちゃ厄介すぎる。はい、オッケー、取れたね、来た。こっからよ、よくも今までいじめてくれたなと。こっからオーラベールで戦場をしっかりと制していく、そういうことなんですわ。守っていこうぜ、味方をね、これで。はい、オーラベル背景でマジカルシェーン使ってルカリをしっかりともぎ取っていくからの、あともういいあともう とりあえず殴れ、とりあえずぶん殴るだけ、もうガンガン行くでしょ、女もう。さあオーラベル張っていけ、ギリガルド来るかな、オッケー、30決めて、で、はい、マジカルシェーンで動き止めておいて、誰が決めてないこれ、あと。さあ殴っていけ、殴っていけ、ね、順に決めろ、ナイス、いいね。でマジカルシャイン打ち込んで、オーラベル展開からの、さよなら。素晴らしい。これ下レーン、まあ、守りたい気もするけどな。まあでも、ユナイトとか溜まってないっていうのもあるし、ちょっとあれかもな。まあ、集団戦やりたいから、いっか。いや、集団戦がやりたいから、めんどくさいぞ、お前、ルカリオ。ほんとにさ。まあ、あとは適当に、この下レーン守るで良さそうだよな。上レーン割れてたわ。割れてた、上で。はい、何これ、ちょっと守りきれっかな、ルカリオちょっともぎ取るしかないいねいいね、しっかりとルカリオのカバーもやっといて、まあ、割られたらもうしゃあない、もうちょっとガンガン殴ろうぜ。これアマージョ、あーあれか、なんかいろいろいんのか、どっちつかずになっちゃったね。やれそうだからいいや、殴っとこう俺。ルカリオが来たらちょっとめんどくせえわ。今のうちにしっかりと殴ってさ、オーロラベールの殴りの速さここで見せます。はい、完璧、よし。でユナイト技だけは覚えれたから、
どうなるかだよな、あとね。はい、いいね。はい。あとしっかりで、おお、急所出た。いいよ、いいよ、いいよ。はい、いいね。いや、運ゲー急所出たでしょ、今の。確実に今の運ゲー急所出たからね。いや、マジ気持ちいいんだけど、あとはちょっと下レーンにしっかりと向かいますか。ちょ、オラベル吐くか。オラベル吐いて、ちょうどだって、下に間に合えば、オラベル溜まるからさ。ちょっとでもね、移動に使って、素早くやっていく。あとはまあ、先にユナイト吐きたいな、俺。先にユナイト吐いてオラベル展開っていうのを狙っていきたい感じは、あるな、ぶっちゃけ。ぶっちゃけあるな。待って、間違えた。普通に、いや、もういいや。いや、もう。ルカリュー来てるけど、ルカリューしっかりと止めるしかない。これナイスいいよ。で、マリルリ、マジカルシャインで止めておいて、あとは、しっかりと殴り入れて、オーラベル展開からのマジカルシャイン。素晴らしい。いいね。あとは、適当に、スピードハックか。死ぬ。危ない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 。ナイス！ナイス捕まえ。マジ死ぬ。危なすぎ。危なすぎ。でも、9個のユナイトってそんな正直そんな強くないからな。バフ目的で吐くの割と。そんな悪くなさそうだよね。抱えを釣れるかもマシ。ただなんか吐いちゃった。死にそう。死にそうな予感もしたしね。本当はぶち当てたかったからね、敵にね。ただやっぱバフが乗ってる時にやっぱあれしたいよね。オーロラベールで、火力を出していきたいよね。アナル火力結構あれなんだよな。ガツガツ来るからさ。みんなで守ってあげて。守ってくれてるね。あと俺ここら辺とかでここら辺狩るのはね、結構いいんだけどさ。敵に見つかったら狩られそうです。すごい怖い。そろそろ上行くか。欲張りスが裏取り行ってるけど、あれも無視で。良さそう。それは無理。それは無理。うっ、それは無理。許せないな。マリロリー、マリロリーお前許さんからだ、マジで。本当に。後で、あいつは確実に、確実に縛き上げる。でも今回俺何気初めて死んだ？何気初ですね、初です。さあ、あとは欲張りスをしっかりと。はい。マジカルシャイン使って、オーラベル使って。はい。完璧。いいね。レベルもちゃんと上げていきたいけどな、できれば。もっとレベル上げしたいけどね、なかなか、あれなんすわ。13レベルにはなれないですわ。下レーン、一応下レーンちょっと行ってみる？みんなで。いや、でも、まあ、なくてもいいんだよな、正直。正直なくてもいいけど、なんか30秒ぐらい時間あるから、ワンチャン、カメックスも行ってるし、割と、悪くないかなって。と思ったんだけど、はい、殴って、あ、いいよいいよ、素晴らしい素晴らしい。ユナイト入ったらそれ結構よくね。痛いな、めちゃくちゃ痛いな。まあいいや、殴っちゃうか。殴るか。そこでオーラベル吐くかなんだよな。はい、吐いちゃうか。欲張りスが来てるけど、まあこれしっかりとマジカルシャイン使って、で、やばい。あれ、リス君それやばいんじゃない？リス君、そこで吐いちゃうのは、結構まずいんじゃない？回復して、回復。ナイス、いいよ。もう13レベルになれるわ。オーロラベルアップグレードしたら、あれなんだよね。さらにもっと、あいつもユナイトねえぞ。あいつもね。あいつもなくて。ガルトかな？殴って敵寄せようぜ。これ殴っ、これガンガンもう殴ってさ、ルカリューが向こうにいるからさ、ガンガン殴っていこうぜ。ちょ、痛い、痛いな、マジで。裏取りすると、そうなっちゃうよーんってことなんですわ。刻んで心にしっかりと。裏取りゴールあいつらめちゃくちゃ裏取りゴールやってる。でもこれやばいのが、ワンチャンね、みんなでみんな決めれなかった場合しんどくなるっていう。いやでもそんなことないか。ちょ、ルカリと対マンしていい？己の力を確かめたくなった俺は。ここでさ、はい。左手入っていいよ。逃げるな、逃げるな、卑怯者。間違いしないって。で、なんだいっす。おい、待て。待て、こら、おい。はい。殴っていいよ。いいよ。いいよ。倒した。で、この光景結構珍しくない？ヒューコンから逃げるルカリオって結構なんか、あれじゃない？珍しくない？なかなか見れないよね、そういう光景って。いや、いいね。やっぱ、ヒューコンは楽しいわ。しかも今回、運ゲー急所出して潰せたのもあったかもね。いや、いいわ。いい。ヒューコン、お前、いい。素晴らしいよ、やっぱ。楽しいんだよな、オーラベル型もね。まあ、で、雪崩、吹雪雪崩型よりも俺、
ベール型の方が結構ね、俺好きだわ、正直。早く来いよ。そんなムーブしてないで、早く。早く来いや。ナイス。で、オーラベル貼って、一瞬だね。あ、マリルリオで潰さなきゃいけないんだ、そういえば。そういえばさ。マリルリ潰さないけどさ、あれなんだよ。成仏できねえわ。この試合終われねえ。ナイス。いや、今回でも敵がね、かじり亀戦でね、3回目のかじり亀戦でユナイト入ってくれたのが本当にでかかった。あそこでね、吐かせれたらね、だいぶもう、まあ、逆もしかりなんだけどね。こっちも入っちゃうっていう、味方が入っちゃうってリスクもあるけどね。吐かせたのでかい。よし、運ゲー急所で、やっていこうぜ。削りに削り入れていこう。なんか相手がね、ゴールチェンジしてくれたらいいんだけどな。てかゴールチェンジするからなんかちょっと、あれだよね。持たせたくなるよね。進撃メガネとかさ、エオスビスケットあたり結構ね、持たせたくなっちゃうんだよな。でもチェンジするといいことがあってね、相手のレベルも高くなっちゃうけど、こっちもね、4レベルになって進化しやすいっていう、そういうのもあるけどね、お互いにやっぱ安定してレベルをね、しっかりと上げていく、立ち上げていきたいね、やっぱりね。あんま良くない戦いな気がするから、一旦引くわ。ハッチ。うわ、何そのムーブ、ハッチ。ちょ、一旦削り入れて、追い返すか。一回ゴール決めてる分、あれじゃんじゃない、いい感じに。待って、でも取られてんのかな、これ。わかんないけど。取られてそうな気がするよね。これワンチャン取れ食えたらでかかったけどね。許せんな、ちょっとな。ちょ許せんな。俺4レベルなれないかもしれない。ちょっとしんどいな、それは。8000までにはなりたかったけど。まあ、それはもう、ちょっと、しょうがないから。しっかりと削り入れといてさ。やられそう、欲張りさ、それ。強化攻撃でやられちゃいそう。大丈夫かな、ワンチャン。あとちょっと。惜しい。待って、めちゃくちゃ惜しいじゃん。なんだっけ。あとちょっと。マジであとミリだった。もうちょいいければね。もうちょいいければ最高だったんだけどさ。もうちょい前出たかったね。相手のアブソルとかがめちゃくちゃいい感じに出るから。このアブソルをさ、しっかりとやんないとさ、俺たち壊滅しちゃうんだよ、割と。そうね、壊滅しちゃうんだよね、割と。一旦ちょっともう、なるだけ削りやれるわ。死ぬかもしれんけど。死ぬかもしれんけど。ナイス多分、月光がだけだとね、やられてると思う、やられてたと思うからね、しっかりと待って、あいつ、あれで死んだ？絶対もうあれ、なんだっけ、牛さんで死んだやろ、なあ。よし、まあでも、5レベルなりなれ、あれには慣れてるから、はい。燃える風使って。で、あとしっかりとハッチしっかりと削り入れていきたいよね。めんどくせえから。あー、これもう、下レーンとか行きたいな、できれば。ありだな。ここだけ食って、下レーン行くの割とありだな。でも一応レベルはそんなに低くないな。なんか知らんけど。6レベルには普通になれそうだわ。下の8000さえ食えれば。まあ、あと月光河が来てくれればって感じだね。上レーンに残る中央レーンの子たちもね、結構ね、最近見かけたりもするもんね。マジカルシャイン使って、で、ちょっと人数的に、ちょっとしんどいね。ここエルカゼも使っていくんだけどさ、オーラベル使っといて、マジカルシャインで合わせて、その妨害向こうマジ強いんだけど。でもこれオーラベルしっかりと使っていければなかなかいい感じになるんじゃないって思ったけど。いやー、ハッチーがだるすぎるよ。ハッチーマジ天敵なんだけど。本当にハッチー天敵だよ。俺の。やつだけは許さない。運ゲー急所でやるしかない。ただ、そっか、硬いのいる、今回いるからな。正面で殴り合ってもらってる時になんか、いろいろできれば最高なんだけどね。あとは下レーンとかも、ロトム、かじり亀取られてるからと、相手ユナイタズとか溜まってそうだからさ、多分ロトム戦は勝つ確率ってあんまないんだよ。だから、ロトム、下レーンか、下レーン終わりに行きたいなっていう気持ちもあったんだけどさ、あったんだけど、オーラベル展開して一応ちょっと守りを入れて、やっていきたいけどね。死ぬな。危ね。よし、ナイス、いいよ。これ潰したのマジでかいな。マジでかいな、アブソル潰したの。今回、天敵のアブソルに抵抗はできてる。一番最初のあれみたいな感じで。そしたら割りに来たかったけど、エナジー持ってねえから多分割れないんだよな。ちょっと厳しいわ。エナジーがあったらね、って感じは。あれだな、ちょっと、
あの、ユナイタザ覚えさせてあげないと。しんどいかもしれない。これ残ってていいな。ユナイタザあれば、カシジガメ戦でちょっとできるから。一人でちょっとしょるのは心細いから、なんかに来てもらって、しょっていくのがいい気がする。てか、俺、あの、やばいわ。ちょ、マジでやばい。めちゃくちゃやばい。どれぐらいやばいかっつったら、もうこうなっちゃう。こうなっちゃうぐらいやばい。こうなっちゃうぐらいやばい。正直。こればっかりはもう、しゃあない。頑張った、俺は。頑張った。めちゃくちゃ足遅くなってんだけど。あの、フォッコのユナイトってこんな足遅くなんの？あ、フォクシーだった。フォッコじゃねえわ。こんな遅くなんのか。やばい。くるくるされる。くるくる。どうしよう。ん、終わっ、終焉の匂いがする。これちょっと終焉の匂いがするんだけど。大丈夫かな？大丈夫ないわ。絶対大丈夫ないわ。そしたらね、集合して。だってなんか、みんなで攻めたいよね、できればね。みんなで攻めたいよね、できれば。まずいな、それ。結構まずい。まずいよね。結構まずいよね。はい、殴って。で、よくないな。強すぎる、あのオーロット。レベル高いからもう、仕留めれる気がせん。カシリガメのとこまでも力力しねえんだけど、マジで。ただ、月光河と一緒にユナイト履ければ、でかいかな。惜しいね、マジで。マジ惜しい。めちゃくちゃ惜しかったよな。はい。で、殴っておいてさ、ここでさ、しっかりとさ、みんな展開して、潰せ、こいつ潰せ、ナイス。キル回収。で、はい、行動不能にしといて、来た、凍らして、いいよ。はい、いいね。あとは？ごめん、死んだ俺。フォクシーだけかと思ったから、ワンチャンね、もう一キルいけるかなって思ったんだけど、ダメだった。欲を出した結果こうなった。いやでもいいよ、だいぶ、ちょっと未来希望は見たよ、希望は。いける。ワンチャン11レベルだし、サンダー戦、ちゃんとみんなで集合できれば、集団戦ちゃんとやれれば、多分いける、ちゃんと。悪くない感じでいける。ただこいつなんだよな、問題は。ハッチーなんだよな。あ、いいね、運ゲー急所。ハッチーに運ゲー急所出してもさ、回復しちゃうんだよね。はい。で、ナイス、いいね。音も取っといて。取っといて、どうなってるこれ今。どこにいる？ハッチーちょっとあれしたいよね、できれば。さあ、展開オーロラベル。この位置結構いいんじゃん、このオーロラベル。エミリーしっかりと潰しといて。はい。まあ、ハッチーにその卵をつけるのマジ強いからやめて、マジで。ほんと強いんだから。バカ強い。たまじからシャイン打って。いいよ。で、はい。オーラベルでしっかりと削り入れて、あれ潰せた？いや、潰せてねえ。まずいわ。これはもう、あれだわ、撤退だわ。ナイス、欲張りす。でかいよ、それ。でかい。マジでかい。でかい、ほんとにでかい、それ。あともう、あれだね。戦いを避けて、レベルアップしようぜ、とにかく。で、最後のサンダー戦で、まくりに行こう。そんな感じで行こうぜ。多分、アブソルが上の多分で借りそうな気がするから、残しといたんだけど。いや、借らないかな。じゃあちょっとここ買って13レベルになるか。それがいい気がする。そんな感じで行こうぜ。はい。はい。よし。完璧。あともう中央で。まあ、リスが行っちゃったから、ちょっと耐えの時間作らないといけないね。ちょっとね。で、ユナイトみんなで吐けたらでかいんだけど。いそうで怖い、これ。やばいな、結構が捕まっちゃうかもしれんな。どうしよっかね。一旦でもちょっと、なんか、こっち側で集合戦？真ん中に寄らん？一旦。やばい。捕まえそう。ベル展開して、で、入れたけ。マジで痛い。OK。くっそ、マジカル社員で、止めれたと思ったんだけどな。まだあるか。まだある。大丈夫。アブソル帰ってきて、ユナイトが。でも相手これ、多分殴ってこないんだよ、すぐには。だからチャンスあるかもしれんね。もしかしたら。もう一回みんなで攻めれれば。あるな。で、結構がユナイトあるでしょ？ユナイトあるから、ワンチャンあるぞ。あのアブソルマジ許さんからな。ほんとに。ナイスいいよ。勝ちました。ここにいるアブソル。来た。アブソルよ。さよなら。さらばアブソル。全力でガンガン殴るしかないな、これも。まあ、パーティー開かれるかもしんないけど。はい。で、展開して、もうなりふり構わず殴るのが一番もうベスト。ナイス！
あるんすわ。やっぱね、殲滅としたらサンダー殴っちゃわないとさ、やっぱりね。欲張りです、お前狂いすぎ。狂いすぎやろ、あいつ。決めたら即時ちょっと撤退で守っていきたいよね、できれば。どうしよっかな、先に飛んどくか。先飛ぶわ、俺。じゃあ。で、一旦隠れるわ。で、これさ、たまっ、いるな、おっと、来た。はい。待て待て待て。飛んできちゃった。これ一旦もう50無理だわ、守りけん。こっち守ったがいいわ、こっち。ちょ、守りきれんわ、あれ、ちょっと。守りきれんわ。ちょ、人数少なすぎて守りきれんから、こっちをさ、耐えれたかな、ワンチャン。耐えれたかな。え、どうだろう。いや、結構ボコられてっからな。300点ぐらい多分決めてると思うんだよ、こっち。いや、決めれてないから200かな。ちょ、最後まで見届けられなかったんだよね。おはははは。熱すぎ。熱すぎる、マジで。よし。頑張っていきますか。いいね、やっぱり。オーラベルで。何やね、妨害。ううって、もう。許す。ううじゃないけど、使ってるのううじゃないけど、なんか一緒みたいなもんやろ、もう。あいつなんかビジュアルがもうなんか、ちょっと似てる。似てる。雰囲気か。ううと深まるの雰囲気なんか似てる。なんか何も考えてなさそうだもん、なんか。そんな気がする。いいねー。チェンジ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 。素晴らしいよ。チェンジしていかなきゃ、やっぱり。で、しっかりと。あれ？なんかあれ、お猿さん多くねって思ったら、相手さん、削り取れてねえわ。5ポイントしっかりと決めておいて、進化できるよね。マジカルシャイン覚えて、どうせルカリオそこ書かれてたでしょ、ほら。ほら、いた。ほら、いた。いるんだったらもう先にね、しっかりと、打っていく。X ジャック X。なんか剣のマーク、キリと剣のマークみたいな、そんな、なんか臭い匂い感じたやつから、中二病の匂いがした。大丈夫かな、あの子。帰れなくなるよ、多分。はい、マジカルシャイン。いいね。あとはしっかりとホール風打ってやっていきたいけどな、できれば。うわ、惜しい。あ、倒せた。ナイス。いいね、最高。それ最高だよ。眠らせて。なるほど、睡眠プレイ。眠らしてしっかりとその間に決めていく。やるね、やりますね。さあ、あと相手のところに先に湧きそうな気がするけどな。これ、アマージョに鳴らしてあげるのはありだね。ありあり、ちょっと俺遅くなっちゃうけど。なんとかなるか。まあ、わかんないけど。なんとかなればいいな。どこ行った？あ、ルカリは、あっちを食いに行ったって感じか。はい。で、いいね。まあ、ルカリに食われちゃったけどさ。なんとかなるかな。惜しい。いけ！ナイス！最高。あとは、7ポイントしっかりとつぎ込んでおいて。このエイパムとかもしっかりと買っていこうか。ナイス、いいね。6レベルなりたいな。いいな。俺も早くオラベールをね、覚えていきたいんだけどさ。覚えていきたいんだけどさ。めちゃくちゃ噛んじゃった、今。変な感じだった。エスバだね、相手の。あれは。中央レーン多分エスバだ。なるほど。妨害ウーが先にレベルアップさせてね。ルカリは分かったって言ってるから。いいね。分かったかもー。そんな声が聞こえてきた。いいね。ある中カラカラの声が頭から離れないぜ。何これ、痛すぎる。はい。で、ナイス。で、オーラベル覚えておいて、あとは、どうするどうするってなってるから今。何これ、ちょっとだるすぎ。さあ、しっかりと、オーラベル吐いて、これ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 、これ。さすがにでも、あれなんだよな。死ぬ。グピ。あー、許せねえ。あ、許せねえ。ちょっとダメだ、これは。これダメだわ。あのフォクシーダメだわ。ダメ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 。ダメ。許さん、あいつは。お、いいね。仲間をまとおって。素晴らしいね。あのガブリアス。みんなでやっぱ、動くっていうのを忘れずにしっかりやってる。さあ、マジカルシャイン対決。しっかりと勝利。からの。で、これ、毎通有利作れてるからもう殴ってもいい気もするけどね。今のうちにさ。今のうちにさ、殴んねえとさ、そう。今のうちに殴んねえとさ、さすがにさ、あれなんだよ。
いつ殴るってなっちゃうから、さすがに殴りたいよね、できればさ。ナイス、いいね。でもなんかとんでもないダメージで出なかった、今。やばいダメージ出たよね。はい。で、マジカルシャイン打ち込んで、いいよ。で、ルカリア暴れすぎ、マジで。ちょ、しっかりしてマジで。さあ、あとは、上連でいいかな。でもちょっとレベルアップもしたいよね、できればね。していきたいよね。あの、ユナイト吐きたいなっていう思いがある、やっぱり。いいね。いいダメージ。今回、急所結構出たくない。急所ダメージ。なんか、持たせたい持ち物多すぎて困っちゃうよね、本当に。マジ困っちゃうわ。はい。ユナイト一発ぶちかますか?ぶっかます?ユナイト一発。はい。この最低、最大射程、最低射程ギリギリのユナイトしっかりと、あっぶな、まあ、しょうもない。しょうもないユナイト吐きやがって、お前な。痛すぎる、マジで。本当に痛い。マジで痛かった。今のは痛かった。フリーザもびっくりよ。叫びたくなるね。ギーって言いたく、言いたくなっちゃうよ。フリーザもやっぱり。痛すぎたもん、今のは。すごい不愉快な思いした。あの、フォクシーちょっとダメだな。ダメだな。今日ダメだ俺。フォクシーに対して、怒りゲージが俺の。すごいことになってるから。ユナイト入ったね、あいつ。でかい。あともう下でいいよね。ウェレン上げていい。おー、誘拐された。ウェレンも上げてもいいぐらいあるわ、もう。それぐらいあるわ。上げて、多分ね、沸かして、レベルアップに使う。いいよね。これいいよね、なかなか。さて、待ちますか。あの、キューコンのユナイト技って、相手を凍らせれれば、もっと火力上がるんだけどさ、なかなか、ね、凍らせてるうちにやるっていうのは、なかなかちょっとむずいんだよね。タイミングとかね、大変なんだよね。なんかいるんだけど。なんかいるんだけど、ぼーっとしたら。どうなってるそれ。はい。やばいかも。やばいかも。ちょ、一旦固まる。一旦固まろうぜ、俺たちで。はい。マジカシェン使って、いいよ。いいね。はい。ナイス。完璧。一旦固まるって大事だよね。あと多分、ゲンガーさすがにファイアローにやられちゃうとは思うんだけど、オーロラベールとこれでしっかり取り切ろう。アマージョとあれで、俺でさ、取り切っておいてさ。ユナイト吐きたいんだけど、そろそろマジでユナイト吐きたいんだけど、スピーダー使え、スピーダー。スピーダー使って、待て、来た。止めろ。で、来た。凍らして。ま、氷状態にせっかくなったのにさ、意味ないじゃん。意味ないじゃん。溶けちゃうじゃん、そんなスタンされた、されちゃうとさ。あと、ま、フォクシー、ユナイト溜まるの早いからな。早いからな、あいつ。許せんのは、マジで。俺のキルにしたかった。やつはね。はい。マジカルシャイン。はい、終わり。絶対いる、どっかに。絶対いる。オッケー。ナイス、殴り入れて。痛すぎ。瞬時計してるやん。殴っちゃおうぜ、もう。どうせ来れんやろ。ファイヤローとか見えてるし。いいね、ガブリアス。一緒に殴ってくれなきゃ、やっぱりね。キューコンだけだとちょっと遅いからね。割と早い方ではあるけどね、オーロラベール使えば。早い方ではあるんだけど。あと、ユナイトとか吐けないからもうこの時間帯は、ちょっと撤退できたいよね。ルカリオとかは引けそうだけどさ。どうだか。危ない匂いがするなんかもさすがに。そんな遠距離タイプじゃないでしょ、みんな多分。とりあえず俺13レベル目指すわ。オーロラベールのアップグレードが済んでれば、ダメージカットの割合とかもね、増えるしね。あと、味方のダメージとかも守れるようになるから。敵のダメージから守れるようになるから、ちゃんとさ、やっていきたいよね。オッケー。よし、中央に集合しますか。こっからでしょ、やっぱり。今回敵になんかそんないねえからな。敵ともさ、敵寄せようぜ。敵も味方も寄せよう。ルカリオ多分来た。敵の下に。下に入ってんだよね。ナイス。ファイアローもいるな。痛すぎ。何これ、めちゃくちゃ痛いんだけど。一旦帰ればいいだけなんだけどさ。痛い。一旦帰るか。なんかまずいことなってない。どんどん。あれなんかまずいぞ。なんかまずいぞ。ん?って。あれ?ってなってる。
もうなんかぶっちゃけ殴って敵を寄せていけばよかったな。本当にそれをやればよかったな。来た、しっかりとユナイト吐いて少しでも持っていくしかない。これを少しでも持っていけ。無理無理持っていけね。これはあ